ポッポ焼きとは、新潟県下越地方で見られる長細いパンのような菓子。有力な発祥元とされる、柴田市を中心とする、あがき台北では、蒸気パンと呼ばれる。新潟では1965年頃から、ポッポ焼きと呼ばれることが増え始め、1970年頃には、ポッポ焼きが主流の呼び方になっていた。小さい子供が、熱々のポッポ焼きを買って、 食べるのがこの頃には定着していた。2000年に新潟県立図書館が行った調査によれば、1994年に発行された冊子の中に、ポッポ焼きの資料があること以外に、ポッポ焼きに関する資料を見つけることができなかったとある。薄力粉に黒砂糖と水、炭酸、明板を加え、専用の焼き器で焼き上げる。茶褐色食で、 細長く、やや扁平な形状をしている。温かい状態で販売され、もちもちとした食感と黒砂糖の素朴な風味を味わえる。焼き器から蒸気が出るため蒸し菓子と誤解される場合もあるが、蒸気は焼き器本体を露熱から守るラジエータから発生したものであり、蒸気で生地を蒸し焼きにしているわけではない。近年では、蒸気の出ない焼き器を使用する業者も見られる。 名前の由来には、諸説ある。以下に代表的な説を挙げる。ここでの作り方はフライパンでの作り方。屋台では2センチメートルほどの溝になっている方で、焼いている。柴田市をはじめ、新潟市や村上市などの下越地方を中心に、また三条市など一部中越地方でも、主に祭りや縁日、花見、朝市の会場などの屋台で売られており、 一般の小売店などで目にすることは、まずないが、稀に平時でもスーパーの駐車場等に屋台が出店されている場合もある。これらの地域においては、人気が高く、屋台の定番となっている。3本あたり100円程度で、9本、15本、30本単位で売られている場合が多い。近年では、上越地方での出店も多くなり、新潟県下共通の味となりつつある。 新潟県内で放送される、県内のお菓子などの特集番組では必ずと言って、いいほど、取り上げられる。ポッポ焼きの名前の由来やいつ頃からあったのか、なぜ、下越地方の祭りにしか出ないのか。レファレンス共同データベース。国立国会図書館。2016年4月8日閲覧。スタンダード食物語、検証、ポッポ焼き、テクテクコレクション3巻2号ボリューム8。 新潟日報事業者1994年64から67ページありがとうございます。